すみません、忘れてました。フリーパフォーマー、梅谷健人です。お願いします。今日は自宅なんですけども、僕、彼女がいましてね、彼女にちょっとサプライズでね、行事事を行ったのかなと思ってます。サプライズで行事事を行ったろうと思ってるんで、チャンネル登録だけよろしくお願いします。で、何をするかというと、コロナのシーズンでみんなバーベキュー行ったり、花見行ったりできなかったと思うんですけども、多分僕の彼女もそうなんですよ。なんで、今日はベランダで花見しながらバーベキューしたら、彼女めちゃくちゃ喜ぶんちゃうかと思ってるんですよね。お肉をね、ちょっと用意したんですけども、このお肉すごいお肉で、ちょっと見てほしいんですよ。この度はご購入ありがとうございます。YouTube で紹介します。シシチャンネルで検索。なんとお世話になってる焼肉シシの前川さんが、ネット販売を始めて、お肉を頼めるんですよ。そしてお肉のね、質がまたいかついんですよ。ここはね、もうお肉に命かけてるから、お肉チラッと見せますね。どんな感じか。誰もが舌舐めずりして、よだれダラダラで、水深8メートルになるから。これがステーキで、これが赤身焼きしゃぶ。だけではございません。こちらにも焼肉セット、上赤身、上バラ、厚切りタン、とかたくさんあります。まあ、でも帰ってきたらすぐ風呂入るんですよね、彼女は。だから出てきたら、そこに座らして、2個食べさせたろうと思ってます。梅梅チャンネル。では、お風呂入ってるんで呼びたいと思います。お風呂入ってる時に呼んだらあかんよ、それもちろん。お風呂は入ってないからね。あゆ、ちょっと来て。サプライズあるから。もうできてるから。何？どう？今年もう5月やけど花見した。今年。できてないの、うん。バーベキューもしてないの、うん。この次の夏もバーベキューできるかわからないの。俺ベランダで花見することにしたから。花ないやん。花もしっかり用意してるから。桜？ほぼ桜。じゃあベランダに来てくださいね。さあここで何これ、これホットプレート、これホットプレートで、これ桜、あ、美味しいな。焼肉セットの方、食べてもらいたいと思います。花どうですか、綺麗ですか？綺麗。せーの、じゃあ赤身の方からね、いきます。あ、シシさん焼きするわ。前川さん焼き、もう焼けてるやん。え、なんか食べたことなんもないけど大丈夫？あ、忘れた。あ、めっちゃなんか、すみません、お待たせしましたねえ、これうなぎのタレなんやけど、あ、うなぎのタレが、うなぎのタレ持ってきてもらった。はい、はい、あ、もういいよ、もういいよ、うん、もうここの肉なんかもうちょっと火さらすだけで食えんやから。美味しそう。あ、あてな、花見やから見ながら食うてどう？嬉しい？うん、うん、肉うまい、うん、トロ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 、うん、トロ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 、ほんまに。じゃあ花ちょっと見といて、次の肉いくから。次、上バラ。上バラ、上バラ、エバラちゃん。何エバラ、エバラじゃない。せやろ、うん、家でバーベキュー花見やね、うん、結局これみんなやったら、みんなやったらええと思う。これってあそこも2焼きぐらいやから、うん、どうやったら食えるやろ、うん、全然、うんうんうん、何の味、いいお肉の味。これが多分愛が一番好きなやついくわ、うん、厚切りタン、厚さ大好き。厚さ見て、これも厚さ見て、これ。よく焼きが好きな人はよく焼きでやって、この肉の焼き方、これ前川さんのシシチャンネルで載ってるから、ぜひ見て。お酒か、お酒ちょっといるんか。突然すぎて急になんかバーベキュー場来たんだな、感覚で。どこも行かれへんもんな。うん、いい。タンエグい、うん、タンエグいやろ。一番おいしい、一番おいしい、うん、タン好きにはたまらん、うん、タンとタンがもう絡み合っとるってことか。めっちゃベロって感じ、めっちゃベロって感じ、なんかね、エロ。おう、あ、雨降ってき、雨降ってきた。
ちょっと雨降ってきたから、ちょっと対応するわ。梅梅チャンネル。はい、土砂降りです。そこだけ謝りたい。もう外で全部食べて終わらせたかったんやけど、もう土砂降りでした。これもう中入って焼いちゃいますよ。もう肉って、男ってこれ一回やってくれよ。ステーキ、ダーン、ジュワジュワ、バガー、これだけで。おお。楽しんでるよ。サムネでありそうな顔。次の顔、次の顔。うんみたいな、うまそうな顔。うめうめチャンネル。すごいな。これもなんか一個食える。もう見て、もうキャベツも入ってくれてる。キャベツちゃうで、それ神やで。危ねえ、キャベツも。キャベツも入ってくれてるってなんだ。ね、キャベツも入ってくれてるって。キャベツの気持ち。キャベツ自身の気持ちやん、それは。キャベツが入ってくれてるみたいな。おう、こんな入れ物に入ってる肉見たことある？ない。もう多分これはパッて。神が焼いたから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 。これで。これでも卵とかじゃん。違うか。なんかもういけるやろ。だってさ、もういけるってこれ。おー、これもう絶対これそのまま。これはなんかすき焼きとかに食べるんじゃないの？そうなん、そうなん、そうなん、わからん。うん、多分。もうグルミ？グルミ？え？食べよ。グルミ一回グルミ？一回グルミ。どう？卵とかで食べへんのこれって。こんな赤いとかあるけど食べれるな。これは絶対いける。熱そう。どう？なんか俺もちょっと一枚食うわ、うんうんうん、カップルでもな、二人でも全然楽しいから、うん、これで家でバーベキューしよう、焼けたからってやってもらったら多分、焼肉シスさんも言うてくれる。あ、梅ちゃんの動画から注目だってなったら安くしてくれると思う。だってええやつしか見てないから。これ、ほんまなんかすき焼きとかに。食いますて、食いますて、うん、飛んでるね。うん、もうあの、むちゃお肉って感じある。熱い。めちゃくちゃうまいなぁ。一番うまい。これしか食べてないやん。これももういけると思うで。え、なんかもう揚げてるみたい。ちょっとカットしてくるわ、カットしてくるわ。塩だれとか彼の味とか。柔らかさ見てもらおう、一回。これ何等分ぐらいでしょう。やだ、ステーキ屋さん。うわ、そんなんできれいやん。見て、うん、それは無理だ。ここ押すと押さえてるぐらい、うん、普通に。ちょっとでも焼けなさすぎて、ほら、これぐらい。すごい、あのステーキ屋さんの色すげえ。はぁ、いらんで、これ裏でも切れるわ。裏で切ろうかな。裏は切れへん。え、せっかくやと、なんかその形のこっちに行く。めっちゃこだわる人や、サラ。ちゃうやん、やってた人やん。よし、あゆ、切れたぞ。うん、こんな食べ方して怒られへんのかな、二人に。美味しく食べてって言うてはったから。やるか、え、ほんまに溶けるえ、なに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 、ほんまに溶けた。ほんまに溶けた、うん。ほんまに溶けた。これでもいい？うん、ほんまに溶けんで。溶けた。もうない、もうない、もうない。どこ行った？いやー、来たな。どこ行った？なくなった。これ詳しくはこの焼肉、今自粛期間でこうな、どこも行けない人とこう家で楽しく焼肉するのに、いい肉やっぱ使った方が楽しい。これはこういう肉ね。おいしい。うん。だからこのコロナストレスもなくなると思うんで、
概要欄の方に、その焼肉とこの焼肉の焼き方まであのチャンネルの方で紹介してるんで、それもぜひ見てくださいよ。お願いしますよ。次の動画でもシーさんにはすごいお世話になってるんで、ぜひチェックしてください。では、僕たちは楽しい焼肉をやっていきますんで。焼肉ナイトやな。ダッサー名前。嵐を呼ぶクレヨンしんちゃんの焼肉ナイトや。